そもそもお前メンデバー伏せじゃんぞ。メンデバー伏せじゃんぞ。自分中だい、存在を伏せ。自分が伏せじゃん。伏せにゃん。そっかわりない。伏せてしもたな、僕ぞ。なんでだ。元に戻れんごになるけ。じゃけな、足指先コンプライアルとか、こっそメンデバー残しとけ。なるほど。祭りが終わったらそこから自分が帰ってくると。なるほど。旦那様な、自分を捨てんじゃにわかじゃでけん。ああ、やっぱ奥さんか。そもそもあげんこってお前、恥知らず以外がでくるもんかお前。ほらよー、ねえ、富士山九段目馬車を追いかけさろうかって。ほらよー、あげんこ好きにていつも感心しとる。そしてから逃げたらいいのか。そうな、もう一丁はな。なんでない、一回聞いたこと絶対忘るんな。一回聞いたこと忘れんな。人が名前は聞いたん、何年間で吸収したすばな、絶対一回聞いたら忘れんな。ほらな、大義が吸収はするばいた。なこすか、お前なんか若い頃から排出ばかりしようことあるか。いや、見てとな、違うばいた。なさまな、ところでお前名前なんつとかい。三井君かい、はい、三井君、何様な、ね、一回聞いたことは絶対忘るんな。忘れん。分かったか。お前名前何だったかな、ね、あー、ほら、三井君。あー、三井だったね。ならね、はい、にわかを覚える、もう二番目。何でもね、何で聞いたこと絶対忘れんご。そしてね、にわかで基本中のは話術。話術じゃもんな。話が上手なからねえか。俺もちょっと恥ずかしがりやじゃん。恥ずかしがりやだろうか、ね、うん、それでね、まあ、話術とも大事だって、いろんなことを知っとかねえか。知っとかねえか。でね、一番よか例があるわい。まず最初にいろんなことわざを覚えねえか。ことわざ、うん、そのことわざからいろんなにわかしのを作る。あーだもんな。お前ことわざも知っとるよ。まあ、ならな、先生が上の句ば言うけ、お前が下の句ば言え。うん、な、言うちめ。ええか、お客さんもみんな言うことは知っとら、お前も知っとかにおかしいぞ。犬も歩けば、もう逃がた。バカ、お前バカぞ。違うな。なあ、違う言葉があるもんか。な、なん。犬も歩けば、猫も歩く。じゃあもんな。だろうが。よかった、見てみてお前よ。おおるのな、犬が歩き歩きやったっけな。おう、おば避けた。おう、よく聞いた。よくおるとか。世の中はな、犬も猫も平和に歩けるっちゅうね、世の中ちぶそを教えとるわけ。はあ、やっぱりな、おるのおかしいって思った。お前は先輩も知らんか。な、もう一丁ない。なら、猫に、おば。ほら、おっと。バカが、おけつら笑いなすな。違うぞ。猫にこばやな、あるもんか、お前や。なんか、あ、正しい言葉か。猫にご飯。でもんな。だろうが。猫にもご飯ば食わにゃ、食わせにゃ死ぬうち。ご飯ば俺やったもん。やったろ。見向きもせじゃん。せんとか。猫にはご飯ばやらねえか。いやー、困るばいな。これが正しいね。あれぞ。なあ、まいっちゃぐらいいこうかな。少年追いやすく。少年を追いやすく。かくなりがたいじゃん。何や、何つったらいいの。かくなりがたい。そう、バカがお前。これは中国の小島ってな、ギャンとはお前高ぶりきて戦とか通用するもんか。あー、もちろん。少年を追いやすく、かくなりがたし中馬ってな、正しい言葉はない。少年を追いやすく、少女も追いやすい。はあ、そんなこと。人間は平等に年を取ると。ありがたい教えだね。先生の。こういうふうに頭中を回転させにゃにわかじゃできん。ああ、すげえうまいな。分かったか。ね。まいちゃんな。もうにゃわい。な、まいちゃんあったのかした。予定があんない。なだって、カエルの子は。はい。バカとかお前、んなことつまらんない。なんあ、カエルの子をおたまじゃくしたお前。どうやんじゃん。カエルが、お前カエルが産むか。どうもいけんなことになってんな。なんで世の中は正しいことを把握せねえつまらん。いや、うん、わあ、よかった、気持ちてか。わかったか。お前お家だとね、まず最初に自分っていう存在を伏して、指先に血と残るだけで
若者は月1年だったよ。ほら、一回聞いたことは絶対忘れんな。お前名前なんじゃったかな。ほら、月1年。ああ、そうじゃったな。分かったか。ああ、よかったよ。これでも自信が死んだ、ついた。ほな、頑張れ。ああ、うん。な、猿は木から猿。ああ、うん、そう。猿が木が落ちたのは見たことがあるか、お前。いやーとか、あかんな、嘘じゃが。どれに腕を押し。のれんに腕を押したやつおるか、お前。世の中にはな、ことわざ間違いが多い。いっぱいある。まあ、そういうことを考えて、そういうことを踏まえた以上に、頑張ってもらいたい。よかった、あんたも。よかったな。ありがとうございました。ああ、うん。頑張ろうよ。ほら、どっか、そこへ入ってしてみ。はいはい。なあな。うん。おいおい。なんだ。ちょっと待たんかい。お前、一回教えたけ、金ばくれ。金ば。なんだ、全然いいことですか。お前、一回教えます。一回500円に書いてあるのか、お前。ほら、ボランティア会社も。だから、何でも教えます。一回500円。値段が決まっとるで、500円くれ。買ってんな。うん。ほら、払わん。何が払わんかもね、教えだけ払わなくて。教えつもりだった、ありがとう。うん。な、うん。やけまあ、今日はまあ、今日とかご無礼す。いや、金ば払ってくれ。いや、今日とかまあ、ご無礼させちゃいよ。お前、にわかの仕方も教えたってけど、金払わんか、お前は。いや、払わんちゃ。そらまた、どうしたかい。今日とか、来ますね。お客さんも来ちゃいよ。全部払い道はなるか。まんじゅうや大好きや、もしかですね。すごい好きな若いですよ。すみません、こう。
はい、練習よ。まっすぐ、またですか。わかりました。はい、先生、いつもですね、まんじゅうは大学よろしく。これ今一応待ってんですね。今言っていいですよ。本当ですよ。なんですね、卒業式の時しか言っていいですよ。おめでとうございます。卒業式でまた会うこと。はい、そしてはい、いつも懐かしの高森お宝映像をご覧いただきありがとうございます。 TPC では昔の映像を探しています。個人で撮影された8ミリフィルム、VHS ビデオテープ、ベータマックステープ、8ミリビデオテープ、ミニ DV テープなど、提供された映像は高森町のアーカイブ映像に後世に残す歴史として大切に保管します。TPC までお気軽にご連絡ください。Thank you.